日本の春の風物詩お花見。その主役であるソメイヨシノは今全国的に高齢化が進み弱ってきているそうだ。ソメイヨシノは大体接ぎ木によって作られてるんですね。接ぎ木して作った植物って少し寿命が短いんですよね。戦後日本中に植えられたたくさんのソメイヨシノ、春になるたびに私たちを笑顔にしてくれました。大きくなるんだよ。キリン晴れ風は桜の植樹や保全活動に売り上げの一部が活用される、そんなビールです。できました。こういう乾杯もいいものですね。これがこれからのキリンビール。キリン晴れ風、応援お願いします。